着きましたー。やばくない？いやー、Hello everyone! ひろきなかさ YouTube チャンネルへようこそ。今日はですね、ちょっと湘南、しばらく波がないんですよ。ちょっと寒くなってきたりもするんですが、せっかく海が綺麗な時期なんで、できるだけ入りたいんだけど、波がないっていう、そんな感じなんで、ちょっと一応見に行くか。一応見に行きましょう。お連れします。さあ、波あるのか。おー、気持ちいい。波なし。ドクターズ。向こうに見えるのがエゴシワです。あっちがヘッドランド、ティーバー。こっち側がウラパーク。そして向こうに見えるのがサザンビーチなんだけど、サザンビーチも波なし。残念残念、やっぱ予報通りです。ということで帰りましょうこれだけお届けしたかった。サーファーいるんだけど、ジャイロ、これもいいね。はい、という感じで戻ってきたんですけど、やっぱ波なかったねでも気持ちいい朝でした。とここからですね、皆さんに少しでもですね、ハワイだったり夏サーフィン、そんな空気感を感じてほしいということで、っていうか俺が感じたいだけなんだけど、あのコナーズコーヒーに行ってみたいと思います。娘2人を連れて、ハワイ育ちの2人なんで、あのパンケーキなんかにうるさかったりするんですけど、どんなリアクションするのか見てみたいと思います。まあでも甘いもん好きだからね、基本的に好きだと思うんだけど、ね、行ってみましょう。到着。コナーズコーヒーにやってきました。この前ね、一回ブログ作ってるんで、興味ある人は見てみてください。こちら、はい、ちょっとここで補足説明。前回ブログ作ったのはちょうど1年前で、デイリーブログをやってた時なんだけど、その時のテーマがコナーズコーヒーのサムネ詐欺をしようっていうことで、めちゃめちゃ魅力的にサムネの作り方みたいな、そんな動画をやったんですね。ちょっと見てみて、面白いから、1分ぐらいお見せします。どうぞ。料理だよ、大きくしてんのよ。一個ずつブレイクダウンしていくよ。顔の明るさも調整してます。同じように明るく。料理ほらでかく見してます。こっちも多分これじゃほら伝わんないでしょ全然。だからでかくすんのよ。いやー怖いねー。で本来今2つ並べたらこんな感じだったんだけど、さらに言うとこうですからね。もともとこうやって加工していくわけですよね。これがサムネありきの YouTube。 はい、多分この辺でしょ。そう、どれ一番食べたい、ね、いいや全部食べないから1個はマヒマヒフィッシュバーガー。どれだっけ、これ。削りチョコバナナパンケーキ。うーすげえ。ストップなんて言えなくない？ストップって言う人いる？どう？話？もうちょっと？もうちょっと。え？そろそろ？ストップ。よろしいですか？ありがとうございます。本当ですか？ありがとうございました。
来ましたよ。来ました。やばくない？俺が食べるんじゃないけど。あ、いい匂い。チョコ、チョコの匂いです。そしてもう一つこっちが、いやー、あき、巻き巻きだね。巻き巻きのハンバーガー。うまそうでございます。いい顔するね。いただきます。どう？やば、うまい、やばい、やばい、やばいって。うん、うん、うまい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 。レモンも効いてるし、魚のフライ、すごい魚の味がちゃんと魚だよね、美味しい、すごい美味しい。これはうまい。うん、やるやん。はい、以上、美味しかった。また来ます。元祖だよ、これ元祖パールシティハワイ、も一番もう元。へえ、うん、え、これない？普通ないないない、タオカンない、うん、ちゃんとあれだね、あのオリジナルの持ってきてるね。はい、という感じでパンケーキめちゃめちゃうまかったんだけど、こっからはですね、ハワイから友達が遊びに来ていて、例の JP ラム、あのデュークス・オブ・サーフのボーカルであったり、オフ・ザ・フック・ポケ・マーケットをオープンしてね、大繁盛してたり、あと最近はですね、マラ・マーケットというサンドイッチ屋さんがめちゃめちゃ繁盛してんのよ。今もうすでに2軒やったのかな、ハワイで。で、JP が来て、ヒロキさ、茅ヶ崎でもちょっとオープンしたいかも、みたいな話があったんで、JP のお店探しを。探しましょう。お兄ちゃんと一緒に。お願いします。ね、はい。これからですね、いろんなところ連れて、見せていくんだけど、俺個人的には茅ヶ崎の雄三通りの商店街がめちゃめちゃいいと思ったんで、雄三通りを歩いて、案内しました。もうしてきたんだけど。で、そこで商店街のね、あの、ウォータクをやっているあさみさんにいろいろ話を聞いたり、あと、茅ヶ崎 FM、最近できたね、コミュニティラジオ、に行って、ちょっと茅ヶ崎の、あの、パーソナリティの人たちと JP を繋いだり、そんなことをしてきました。これもめちゃめちゃ楽しみよね。ちょっと粉酢コーヒー的な、あの、匂いのマラマーケット。サンドイッチ屋さんあるんで、ちょっとハワイの風をまた茅ヶ崎に持ってこれたなと思ったりもしています。ということで、これに関してもね、また進捗どんどんここでアップしていくんで、楽しみにしておいてください。はい、ということで、今日はそんな食いしん坊ブログになっちゃったんだけど、はい、波のない日はぜひコナスコーヒーだったりね、これからできるマラマーケット行ってみてください。という感じで、また次の動画でお会いしましょう。もしよかったらコメントとかさ、いいねとか教えてね。